どうも皆様、こんばんは。ミツキックバサーです。今回バルハロをやっていくにあたりまして、ジルがね、なんか曲を気になってるということなんですけど、前回言った通り、これを買わずに買い物じゃない、出勤するとどうなるかっていうのはね、ちょっと気になるんで。確かね、これかな、これを買えば集中力が上がるとのことなんですが、あえて買わずにやってみようかなと思います。本当は前回のホロ植物よりこっちの方が安かったんだよな。まあいいか、行きます。12月15日木曜日、おはようございます。お、来たな。開店、新キャラがここに来て登場。開店前のバーってどんな感じかと思ってたけど、いつもと変わり映えしないのね。アルマン？あら、レオニダス。ギリアンだ。マルセロ。来る途中でばったり会ったから一緒に来たら、来たかったらどうぞって言ったの。忙しいところごめんなさいね。いやいや、どうぞくつろいで。ボスはまたヘルメットかぶったりしてない？外出中だ。どこに行ったかは知らんが、すぐ戻ってくるだろう。そう。アルマ、準備してる間ゆっくりしてて。はーい。お、さあ、曲選択ですね。割と何でもいいんだけどな。いきます。一日を変え、一生を変えるカクテル。今の何？ああ、講習の時に教わったの。それが口癖みたいになっちゃって。あ、そうなんだ。私が通ってた小学校では、先生が教室に入ってきたら、両手を背中に当てて起立しろって言われてたな。高校ぐらいまでその癖が抜けなかった。まさにそういう感じ。そうだ、これ見て。サイン入りのグラス？字？これはサインなの？それとも薬のレシピの殴り書き？ひどいな。昨日コンサートの前にキラミキっていうアイドルが来たの。なるほど、ここに名前がある。あまり驚いてないみたいだけど、どっちかっていうと私は B リンクのファンだから。ストイックなデュオね。そうそう、あなたは私よりマシな一日を過ごしたみたいね。私なんか昨日ダミアンと別れたのに。そう、飲み物は何にする？あまり驚いてないみたいだけど、アルマ、私と知り合ってもうどのくらい？数ヶ月？あなたの言ってるお付き合いが1週間とか2週間以上続くんなら興味を持つけど、あなたは別れたって言うけど、いつも別れるどころか付き合ってすらいない。マジかよ、アルマさん。思ってたのと違ったからチチクリ合うのやめたって程度でしょ。もっと私に興味があるふりして、興味があるふりをしてくれたっていいじゃない。母さんがしょっちゅう言ってた。私がそれを買わないのはよく知ってるからだって。買うといえば写真立て欲しくない？写真立て？そう、ボスの写真を飾れるようにね。あなたの携帯ボスの写真の。すげえな。おまけに隠し撮りした写真もある。おいおい、マジか。突っ込んでなさいよ。なんで？どうしてわかったの？じゃあ本当なんだな。黙って。なんせ私はハッカーですから。ハッカーを怒らせると怖いよ。オフィスで居眠りしてるボス写真、これいいな。コピーしちゃおっかな。ちょっと喧嘩もいいけど、その前にバッドタッチを作ってもらえる？わかった。あ、こうなんのね。そうなんですよ。バッドタッチを作ってって言われたんですけど、あの、集中力なくなるとこんな風に余計なことを考えちゃって出してくんないんですよね。まあ僕が覚えてたらいいだけの話なんですけどね。フラナガイド2で、カルモトリン4、オンザロックでミックス。 OK、 バッドタッチ。はい。誰がカクテルにこういうバカらしい名前をつけるのかな。大体はカクテルを登録した人だけど、くだらないユーモアのセンスしかない人もいるしね。このカクテルの名前を聞くだけで毎回吹き出しちゃう女の子のこと。はいはい、ジルのことかな。それでダミアンっていうのは、立派な車を乗り回してる男。おまけに銀行の支店長。私が惹かれたのは車の方だったけど、その人何がダメだったの？なんと、LARP？って読むの？ラープ？なんて読むか分かんないけど。ライブアクションロールプレイング。あ、ゲームか。LARP でいいのか、じゃあ。ライブアクションロールプレイングの略。下手な作家ニックネームか、軍事組織みたいに聞こえるけど。具体的にどんなものなの？ウッドストックフェアって聞いたことある？ほぼ全裸の人たちが握手を話しながら泥の中を転ま、すげえイベント。そりゃヒッピー。ダミアンはよくそのイベントに参加してて、私はちょっとごめんこむりたかった。もし彼と付き合い続けてたら、いずれ私も参加しないといけないでし
私は常にパートナーを支えないといけない。でもそんなイベントじゃ。ほらね、そこが問題なの。あなたは別れたって言うけど、ほとんどの場合まだ付き合ってもいないんだから。そんなことで一番長く続いてきた関係を終わりにしちゃったの？そうね、言葉の選び方が適切じゃなかったのは謝る。でもすごく落ち込んだんだから。それに少なくとも私は次の相手を探そうとしてる。あなたが最後に誰かと夜を過ごしたのはいつ？昨日。昨日？猫は感情を。なるほどね、そっちか。猫は感情に入れちゃダメ。1年前、ひどいもんだった。ほらね、どうしてそれで平気なの？私だったらとっくの昔にあそこのやりちんを押し倒してるけど。やりちん？みんながみんなあなたみたいな人じゃないの。まあね、でも人肌恋しくなったりしないの？膝枕したり香水を取り替えっこしたり、恋人の胸に頭を乗せて髪を撫でてもらいながら相手の鼓動を聞いてそのまま眠りに落ちるの。恋人が見守ってくれてると安心しながら。ジル、黙って飲んだな。一つ言っとくけど、私12の時にジュアンおじさんから腹話術を教わったの。だから飲みながらでも喋れるし、ローザおじさんをもじった下品なダジャレだって言える。それはともかく、じゃあ何か変わったカクテルもらえる？腹話術か。変わったカクテル？そう、変わっていて実験的で珍しいやつ。そうだな。変わっ、いやもうこれね、多分ジルの文章を読んだら僕が惑わされるんですよ。変わってて実験的、変わってて実験的なんかあるか。ちょっと説明文読まないと分かんねえな、これ。変わってて実験的、変わってて実験的ってなんだ、どういうことだ。とりあえずちょっと人通り見ていきますか。はい、ちょっと迷ったんですけど、変わってて実験的、実験的ってことで、この酔いが覚めるか気を失うか2つに1つっていうクレビススパイクを作ろうと思います。で、今回ちょっとね、カルボドリン適量ということなんで、あえて多めに入れちゃおうかなと思ってます。こんぐらい入れたらどうだ？ブレンドだから多めだよね。多めにシャッフルして、シャッフルじゃない、シェイクして、あれ？あ、違う、違う。デルタパウダーだよね。アデルハイド入れてたわ。そら違う。これでどうだ？はい、クレビススパイク。提供。どうぞ。ダメダメ、こんな。普通？もらっとくけどチップはあげられないかな。今日は変わった注文ばかりだね。何が正解？だっていつもは一杯目がブランディーニで、その後はコバルトベルベットとかそういうのでしょ。たまにいつもと違うことをしたくなるの。これは勘だけど、あなたがダミアンを捨てた理由として、その人の生活が同じことの繰り返しでルーティーンになっちゃってるからっていうのもある気がする。かもね。そうだ、ルーティーンといえば、一ハッカーとしてアリスラビット騒動はどう思う？今の沈黙はこいつ何バカなこと言ってんだ的な。だからそう聞かれた時のために用意しておいたスピーチでもするかみたいな。いつもながら鋭いじゃない。数十年前、ある方針にのっとってどこにでもあるようなサイトをハッキングしていった集団があった。彼らがなんて名乗っていたかは覚えてないけど、しみったれたハッカーたちだった。それに参加した人たちは同じ名前を使うようになっていった。匿名の無政府主義者というアイデンティティを作り上げたかったんでしょうね。今回のアリスラビット騒動もその延長でしょ。さっき言ったような考え方が行くとこまで行って主流になると、そういうことになる。彼らはもう集団ではなく一人の個人、手出しできない存在が陰から見張っている。あらゆる人のあらゆる行動を監視している。自分以外のあらゆるものを。基本的にはマスコミお得意のでっち上げね。それにみんながワーワー言ってる。よくある階段へのアンチテーゼみたいなものかな。じゃあアリスラビットなんて人は存在しない？さあね、どっちでもいい。確かに私たちはアリスラビットの活動を目にしている。でもアリスラビットは個人かもしれないし、集団かもしれないし、 AI の可能性だってある。おまけになりすましの模倣犯や愉快犯もいるでしょ。つまりアリスラビットは存在しているけれど、その実態はよくわからない。それについてはもっと気がかりなことがあって、その手のストーリーは子供に人気があるでしょ。子供は結果の大きさもわからずにハッキングに手を出そうとしたりする。例えば子供たちが突然退去してこのバーに押し寄せて飲み物をよこせって要求してきたらどうする？それが今の私の気持ち。あのろくでもないアリスラビットのおかげでね。なるほど。そんなことはともかく、今の私にはもっと差し迫った問題がある。
どんな？いつか一緒に遊びに行こうって誘ったのに、あなたずっとすっぽかしてでしょ。ああ、そのこと。私のことがそんなに嫌いなの？そんなに目障り？そういうわけじゃん。このままじゃ私あなたのアパートに押しかけちゃうんだから。そしたらノーとは言えないでしょ。もしかしたら一晩泊めてもらうかも。お泊まり会をして髪をゆいこして一晩中おしゃべりして一緒にシャワーを浴びて、あの部屋には人間のぬくもりが必要でしょ。うちのお風呂はあなたのおっぱいだけひどいな。うわ、興味なさそう、つまんないの。からかいがいがないからちょっと反応してよ。嫌です。真面目な話、私の誘いを断るのは何か特別な理由があるから？だってデートするわけじゃないのよ。私はただお店以外の場所でお話ししたいだけ。私朝方じゃないから、夜晩で働いているのだって早起きしたくないからだし、私が誘ったのだって一番早くてせいぜい朝の10時だったでしょ。私の基準だとそれは早朝ってことになる。マジ遊びに行きたくないわけじゃないの。ただ早起きしたくないだけ。まったくあなたって人は。まあいいわ、もう一杯ちょうだい。そうね、ブランディーニを L サイズで。それでこそあるものよ。ブランディーニ L サイズ、僕が覚えてるから大丈夫。あ、ちゃい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 、ブロンソンエキスじゃない。ブランディーニ L サイズ、ブランディーニ L サイズ。オッケー、ブランディーニ、多分 L サイズいったかな。はい、提供。はい。ねえ、ブランディーニってすごく変な名前よね。もともとはマティーニを再現しようとしてたみたいだけど、自動車会社にちなんで名付けられたベルモットのブランドを BTC が抑えていたとか、それでその場の思いつきでブランディーニって名前にしたらしいよ。なるほど。ジル、ん？あ、そう、あの、さっき僕がクレビススパイク提供した時にめっちゃアルコール入れたんで酔っ払ったんですよ。これ、カルモトリン入れるようによって酔うかどうかも変わって、若干ストーリーっていうか会話が変わります。ってことは、4A696C6C ね。もしくは、あー、これは二進数的なやつかな。二進法では、あなたは15個の1を持ってる。ジル、15歳の時誕生日にパーティーをした。特にも花の16歳の時には何か特別なことした？何も。18歳は、21歳は、いえ、そういうのは全然。他の誕生日と何も違わないし。あら、全然違うのに。どこが？そういう年には性の芽生えはものなの。あなたも、わー、これはさすがに口に出せないよ。周りの人があいつをしてやろうかって考えるぐらい魅力的になり始める年。まあ、もうめっちゃ言うな。めっちゃ言うな、マジで。すげえ酔うと言うじゃん。そういう見方もあるかもね。15ではお祝いしても遅すぎるくらいだけどね。中学校にムカつく教師がいたんだ。私はもう8年生だったのに、あのバカ私を子供扱い。だからある日ピチピチのシャツを着て胸の谷間を見せびらかしてこう言ってやった。ね、先生がその気なら私妊娠するんだよ。あのバカったらその年はまともに私の顔を見れなかった。まあ私は停学になって怒られて、おまけに外出禁止になったけど、でもそれだけの価値はあった。私はもう一人前の女で、あんな扱いには我慢ならなかったからね。だから数字が好きなの。数字は私の性が、目覚めるのを待ってからセックスを禁止するような意地悪をしないしね。数字は絶対に裏切らないし逆らわない。早く結婚しろとか孫はまだとか言わないし。あなたがカソリック教会で結婚式を挙げたところで27って数字が気にすると思う？いえ、でもあなたが酔ってるのは気になる。酔ってなんかいません。じゃあ自分の名前を言ってみて。4416C6D61。言えた！ 16 進数じゃなくて、あれまあじゃないな。タクシー呼ぶ。大丈夫、もう帰るね。義理の兄が近所だから帰るとき、電話することやってるの。じゃあねじる、気をつけて。よう、嬢ちゃん、あ、おっと、こんばん。うわー、どの番、どの番来たよ。親父かな。親父がよく言ってたよ、金属の義手をした女のケツには絶対に触るなって。金属じゃなくてプラスチックとカーボンファイバーだと思いますけど。
ガチガチに硬かったぞ。俺のあそこが触れたからわかる。普段から挨拶代わりにそんなことするんですか。俺はな、好物を見ると自分を抑えられない男なんだ。おっと、心配はいらんぞ。お前さんには手を出さん。お前さんの胸は俺の別荘地より真っ平らだからな。忠告しときますけど、あなたに飲み物や食べ物を出す人を怒らせない方がいいですよ。気を悪くするな。貧乳好きなやつもいる。俺は違うってだけだ。今日はあまり長居できないぞ。これから仕事があるんだよな。それをさておき、いつものをもらおうか。いつもの、やべえ、なんだっけ、いつものって。あ、ビールだ。違う違う、そうだ、L サイズのビールだ。この人危ねえ。覚えててよかった。やべえ、今やばかった、焦った。この人は L サイズのビールがお好きというので OK ですね。あぶねえ、これ僕記憶力ないからな、マジで覚えとかないといけないんだよな。はい、ビール、いつものです。そうだ、これだ。今日はどうされたんですか、ミスター・ドノバン。昨日インタビューしたアイドルがまた数週間後にグリッチシティに戻ってくるらしい。だから独占インタビューの約束を取り付けていたんだ。うまくいきましたか。おいおい、誰に向かってそんな口を聞いてるんだ。俺はドノバン・ニードーソン、欲しいものは必ず手に入れる。ま、他のメディアの編集者を多少脅迫したりはしたがな。しかし結果が全てだ。なるほど。脅迫？酔わせるべき連中を酔わせればその手のことはゴロゴロ出てくる。ん？おい、あのグラスのサインは。ああ、あれは。あの巨乳リリムがここに来たのか。ええ、昨日コンサートの前に。何か美味しい情報は仕入れたか。いいえ。ゴシップは。いいえ。スキャンダルは。いいえ。おいおい、何かあるだろう。仕事に対する彼女の情熱はとてもまっすぐで純粋でした。だからそれを台無しにしようとする人は恥を知るべきです。俺にそんなたわごとはよせ。なあ、頼むよ、餌をくれ、何でもいいから。何も出ませんよ。ただとは言わん、いくら払えば口を滑らせてくれる。本当に何もありませんってば。彼女が不利になるようなことやあなたが知らないようなことは何一つ言ってませんでした。ストーカー。なあジョーちゃん、リリムに乳首はついてると思うか。ちく、え。まあ、えってなるよね。ポルノに出てくるリリムには乳首がついてるが、それは後から映像加工されてるだけかもしれん。だから昨日リリムのアイドルにインタビューしながら俺はずっとこう考えてた。こいつの父に乳首はついてるのかと。まともなこと考えろよ。まあなくても構わんのだが、とにかく答えを知りたいんだ。それよりも不思議なのは、リリムをデザインしている技師たちはどう思っているのかってことだ。想像してみろ、部屋いっぱいに集まった連中がリリムに乳首をつけてるかどうか、つけるかどうか議論してる姿。野郎どもやレズのエンジニアどもがガン首揃えて最新モデルのあそこの締め具合はどうだとか話し合ってるわけだ。連中に幸あれかしだ。明日はどんなニュースが載るんですか。スクープ情報を教えないようなやつにどうしてこっちの情報を教えないとならんのだ。本当に何もないのに何を教えればいいんですか。ははーん、まあいい、今日はおとなしくしておいて、今のは聞き流してやろう。ハーウィンガーとかいう連中について聞いたことあるか。ないと思いますけど。ホワイトナイトの転覆を企んでる集団だ。この前便所に奴らのビラが貼ってあってな、なかなか興味深かったし、トイレットペーパーに持ってこいだったんだが、そいつらが言うにはホワイトナイトは腐っていて、暴力団の親玉みたいなのがはびこってるとか。どこかで聞いた話ですね。どこかで聞いた話ですね。それでそのハービンガーとかいうのがどうかしたんですか。連中がいくつかのメディアにメッセージを送ったんだ。自分たちの主張を裏付ける証拠を見つけたと。それを明日公開するつもりらしい。それは楽しみなんですかね。もちろんだ。よし、ブリーディングジェインをくれ。それで引き上げる。わかりました。何を思い出してんのさっきから。本当にブリーディングジェイン、せっかくだし L サイズで提供してみっか。思い出してるジョークの方が気になってしゃあないよ。はい、ブリーディングジェイン、どうぞ。お前さんにはちと簡単すぎたか。小耳に挟んだんだが、この店はデイナ・ゼインが切り盛りしてるんだって。ええ、
西洋の腐敗神話の名をまた耳にすることになるとはな。熊との一戦があった後にはなおさらだ。今どこにいるんだ？ちょっと用事で。って熊？あれは6年前のことだ。金欠のデイナ全員がファイトマネーを求めて地下リングに姿を現した。対戦相手は10匹の恐れるグリズリーベア。彼女は熊たちを殺すことなくノックアウトした。おまけに試合後は野に返してやったらしい。あなたは感染してたんですか？俺は酔っておまけにうんざりしてた。だから言えることはあまりないが、その一戦で腕を失ったかどうかご存知ありませんか？ぐでんぐでんに酔ってたんで覚えとらんな。その時にはもう義手だった気もするが、スタジアムから場外まで、ボールを投げた時に腕を失ったって誰かが言ってたな。あんまり強く投げたから腕がすっぽ抜けたとか。ま、根も葉もない噂だろうが、それもボスが自分で広めたんだろうな。さてと、そろそろ行っか。デイナが戻ってきたら礼を言っておいてくれ。おかげで2層目で合ってんのかな。2層目のヨットが変えたってな。彼女の勝ちにかけて稼がせてもらったよ。またのお越しを。はいはい。サイバーパンクバーテンダーアクション、バルハラ。最後までご視聴いただきありがとうございました。お客様のために関連動画や再生リストをご用意いたしました。興味がおありでしたら心ゆくまでお楽しみください。チャンネル登録、高評価もしていただけると幸いです。またのお越しをお待ちしております。